歩く旅第2弾です。ムーランルージュ前に来ています。これから映画アメリの舞台になったカフェの方を歩いていきたいと思います。アニバムーランルージュの広場です。この小さな、列車というかプチトランといってモンマルトルの上までこの電車で登ることもできます。電車じゃなくてバスみたいなものかな。モンマルトルプチトランです。もうすぐ出発です。もうすぐアメリのカフェに着きます。お花屋さんとかお菓子屋さんとかいろいろあってとても楽しい商店街です。ムーランルージュのブティックもこの通りにあります。さあそろそろアメリのカフェです。次に見える赤いフォロがあるところです。いつもとても混んでいて人がいっぱいです。こんな感じアメリのカフェです。映画の中ではこの入り口を入ったところでタバコを売っているコーナーがあったんですけれども今は改装されていてタバコ売り場はなくなっています。いつも混んでいる人気のカフェです。皆さんはアメリの映画ご覧になりましたか？なかなか個性的でいい映画でしたよね。私も大好きです。ではもうちょっと頑張って歩いていきましょう。この辺りは観光客の人も多いんですけれども住んでいるパリジャン、パリジェンヌたちも多い地区です。ですのでお店なんかもいろいろこう何て言うでしょう、地元の人が楽しめるようなお店が結構たくさんあります。こういったカフェがあったり、八百屋さんがあったり、ああパリの街だなっていう感じがして、菊ちゃんはこの辺りを散歩するのが大好きです。ちょっと今工事中ですけれども、このちょっと変わった建物、これは、パリで初めての、鉄筋コンクリート造りの教会です。そしてアベスの広場に着きました。ここはアベスの、地下鉄のところの公園で愛を語る言葉が壁一面に出ています。愛だね。アベスの駅からずっと歩いてきました。第1弾でモンマルトルの丘を階段を徒歩で上がったんですけれども、一つもう疲れて登れないとか少し体力を温存しておかなきゃという方のためにフェニキエールという施設があります。ケーブルカーみたいなものなんですけれども、ここパリの地下鉄とバスの共通チケットで、取ることができます。フェニキエールです。もう登れない。 Sí, por
ている方はこのフェニキエールに乗りましょう。上り下り両方とも楽ちんでサクレクール寺院の手前まで行けます。いい情報でしょ。疲れちゃうから体力温存です。あ、今ちょうど1台到着しました。お疲れ様です。歩いてまたモンマルトルに来てしまいました。今日はモンマルトルのサクレクールには登らなくてちょっと違うところに行きます。サクレクール寺院のふもとはこういった布地屋さんがいっぱいある地区になっています。たくさんのお店が並んでいます。キクちゃんは、ライフワークというかで、フランスの布を使ってハンドメイドをしています。ハンドメイドバッグを作っています。でこういったところで素敵な布を見つけて購入してバッグを作っています。でしょうか。楽しんでいただけたら私もとっても嬉しいです。ではまた。 Merci. Au revoir. À bientôt.